新春剣は、新末民発の政治家。遠政外の政敵として知られる人物。中華民国成立後は、孫文らの御法軍政府に参加したが、孫とも対立している。四ン族。旧名は春沢。字は、雲海。父は、新末の政治家である、新育英。子には、王朝明政権で、経理総監部総監を務めた、新徳広などがいる。 1885年に、木本と羊か巨人となる。1889年に五品慶道、候補。1892年には、高禄寺商協に任命された。間もなくふと牧寺商協に移動している。1894年、日清戦争が勃発すると、金佐大臣、劉昆一に任用され、三島商危険に駐在した。 1898年8月、関東府政市に任命された。さらに、関宿府政市に移動する。1900年の義和団の乱では、乱州から軍勢を率いて、北京に出動する。この時、列強に追われた政大公、公所帝を護衛した。この公により、新春剣は、先制巡部に昇進している。1901年、三成巡部に着任。 列強との交渉を担当した。翌年には、関東準部への移動を命じられたが、実際には赴任せずに、四川総督へと昇進した。1903年、諸良好総督兼、ただ主弁厚生軍務に就任。翌年には、越海館監督も兼任するようになった。生体校の信任を得て、召喚した、新春権だったが、それが原因で、喜び信号や、 それと親しい園政外と対立するようになる。園との対立関係は、民国時代にも影響を及ぼした。1906年、吉地下王、園政外の作動により、新春県は、運気総督への移動を命じられた。新は発展した良好を離れることを望まず、療養を理由に、これを拒否した。1907年3月、さらに、四川総督に再任された。 しかし、信は入教して、生太校の庇護を得てその人事を拒否、有伝部少書に改めて任命された。6月、信は再び、良好総督に任命され、認知に向かった。ところが、その途中で、吉地王と縁の暴略により信は解任されてしまう。解任された信は、上海に泊まり、情勢の変化を待った。1911年、 鉄道国有化に起因する相乗事件が発生すると、新春剣は、市選での革命派鎮圧を命じられた。しかし、認知へ向かう途中で、武将危機が発生する。革命派の優勢を見た新は、新朝用語の姿勢から、革命支持へと、政治姿勢を転換した。1912年、復権戦武士に任命される。翌年2月、越官鉄路。 ただし弁に移動した。同年に二次革命が勃発すると、新春剣は離婚元や革命派に大元帥として擁立され、遠征外打倒を目指した。しかし失敗して、マレー半島へ逃亡した。なおこの間に、高校を支持するグループが結成した、王子研究会に会員として名を連ねている。1915年末。 後世将軍陸栄亭の協力により、上海に戻る。五国戦争が勃発するとこれに参与した。翌年1月、新春県は日本へ向かい、官民双方から五国軍への支援を引き出すことに成功した。5月、両国国軍都市令に衰退され、さらに軍務員、なで軍副長に任命された。遠政外死後に、 ご法運動が発生すると、新春権は、孫文らのご法軍政府側に着いた。しかし、離婚現ら政学会や陸佐会邸の桂軍等に、擁立され、孫とは対立するようになる。そのため、1917年9月に、孫文が、ご法軍政府の大元帥に就任すると、新は、その指導体制を拒否した。1918年5月に、 五方軍政府が七総裁による集団指導制に改組されると、新春剣は陸栄定ら葛城軍の支援も得て、8月に主席総裁に就任した。新や葛城軍が主導権を握るようになると、北京政府との協調姿勢をとり、南北和平を目指そうとした。しかし、その政治姿勢に反発する形で、今度は孫文、東将儀。 当次、行の各総裁が反発して辞任したり、深夜陸栄定の北京政府との密約を暴き、休断したりした。1920年3月になると、総裁の一人である後カオルが上海へ離脱して、阪神勢力と連合する。これは事実上、軍政府を分割する虚であった。同年10月、越軍の陳形明が、桂城軍を関東から駆逐してしまう。 後ろ盾を失った、新春剣は、ついに辞職を表明して、上海の疎開に逃げ込んだ。そしてこれ以後、新は二度と政治の舞台には戻ろうとしなかった。1933年4月27日、死去、表年73。ありがとうございます。